こんにちは、デザイナーの佐野真由美です。コントラプンクト社は、大きく分けるとアイデンティティチームと、あとパッケージのチームがあって、その中のアイデンティティチームに所属して、企業のロゴだったりビジュアルアイデンティティを仕事とするプロジェクトに関わりました。デンマークのフェイノという小さな島で、毎年タコ揚げのフェスティバルが開催されてるんですが、今年はちょうど日本人の、タコ揚げ師を25人その島に招いて、そこのフェスティバルのポスターの依頼があって、進めていく過程で結構自分のアイデアを見せたり相手のアイデアを見せてもらったりして、そのミーティングでなんかどんどん議論して、これはいいよね、これはダメだよね、もっとこうした方がいいよねっていう形で、なんかその場でどんどん話しながらできていく瞬間みたいなのが楽しいなと思いました。変わったというか変えたいなと思うのはやっぱり働き方で、短い時間でよりいい仕事をできるように、なんか自分の生産性を上げていきたいっていうのが一つと、仕事も大好きだけど自分の時間も同じぐらい大事にして、あと、そうですね、そのためには多分自分一人が良ければいいっていうのじゃなくて、周りのそのチームも同じぐらい効率よく働けないと組織としては難しいと思うんですけど、でもまずは自分の意識をそういう意味で変えたいなっていうのはあります。自分にとってデザインは結構おばあちゃんまで続けたい、やり続けたいものだなって思います。こうデンマークに行ってみて、自分の足りない部分もいっぱい分かったし、たった10年じゃ全然だなって思ったし、なんか国も違えば人も違えば全然、違う方法論もたくさんあるし、より興味が湧いたというか面白いなと改めて思いました。